今日は2020年度個人株主増加数ランキング第15位のインペックスの株が見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。この度2020年度の個人株主増加数ランキングが発表されました。ちなみに昨年2019年度個人株主増加数ランキングはこちらでご確認ください。1位から7位については人気高配当銘柄と株主優待銘柄がずらっと並んでいます。8位以降についても引き続き高配当や株主優待が魅力の銘柄がランクインする中で、良品計画と富士フィルムホールディングスがランクインしています。富士フィルムホールディングスは2019年頃の株価と比較すると今現在2倍ぐらいになっていますので、当時からずっとホールドされている投資家さんはかなり含み益が出ているんじゃないかなと思います。昨年も個人株主増加数ランキングにランクインしている銘柄の株価見通し解説をお届けしています。第15位だった富士フィルムホールディングスの株価見通し解説もお届けしていますので、ぜひ概要欄からこちらのチェックもお願いします。そして今年も2020年度個人株主増加数ランキングを発表していきながら、各銘柄の株価見通しをお伝えしていきたいと思います。今回は第15位のインペックスがテーマです。原油天然ガス開発では国内最大手の企業となります。現在配当利回りが 5% 以上ありまして、エネオスホールディングスと並んで個人投資家から人気の高い石油関連株ということになります。高配当利回りが魅力のインペックスの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはインペックスのビジネスモデルから紹介します。インペックスは原油・天然ガスの上流開発生産を専業で行っていて、原油・ガス開発生産では国内最大手の企業となります。旧石油鉱団系のインドネシア石油が前身で、2006年に国際石油開発が帝国石油と経営統合した後に合併、国際石油開発定石ホールディングスが誕生します。そして今年4月にインペックスに社名変更しています。アジア、オセアニア、中東を中心に開発生産プロジェクトに多数参画して、世界各地で石油、天然ガスの炭鉱、開発、生産、販売を一貫して手掛けています。エネルギー事業の上流から下流までの全てに取り組んでいる会社です。オーストラリアでオペレーターを務めているイクシスエルネジーの総事業費は約400億ドルでして、2018年7月に商業生産を開始、インドネシアでも LNG 開発を計画しています。石油関連の上場企業は総合商社も含めますと多く存在しますけども、日本企業で石油の上流権益を持っていてオペレーターを務める実績も持つことはインペックスの強みと言えます。既存のエネルギー資源と合わせて気候変動にも対応できるよう、再生可能エネルギーの研究開発にも力を入れています。代表的なのが地熱発電と風力発電事業です。インドネシアで運転中のサルーラ地熱発電所は追加開発を検討しています。事業ポートフォリオの転換に向けて今後この分野を拡大する計画も発表しています。次世代エネルギーと言われている水素関連については、天然ガス由来の水素を CCUS 技術を活用して生産する体制を持っています。その他にも UAE でクリーンアンモニア製造事業を展開中です。さらに浮体式洋上風力発電にも取り組んでいます。インペックスは政府が筆頭株主の政府系企業となります。政府が黄金株を保有していて、重要決議事項の拒否権を持つ上、歴代トップも経済産業省出身者が務めています。 JT などと同じく日本政府が大株主の政府系企業である安心感があるものの、脱炭素時代に向けて今後の課題に向き合いながらの事業展開が求められている企業だと思います。続いてインペックスの直近の決算内容を解説します。2021年12月期第2クォーターの決算発表なんですけども、売上高は4983億9700万円前年同期比 27.2% 増、営業利益は2236億7300万円前年同期比 80.7% 増、純利益は519億8200万円前期は赤字となっていました。コロナショックが直撃した2020年4月から6月期については大幅な収益ダウンに見舞われたんですけれども、当時と比較すると見事に業績が回復してきています。主力のイクシスエルネジーについてはプラントの定期修理によって生産量が減っています。ただ中東油田については安定操業を継続中です。
原油価格が想定以上に上昇したことで営業増益幅が拡大しました。前期に計上していたオーストラリアの FLNG などの大型特損が剥落して最終利益も黒字転換しています。当初の見通しよりも好調に推移しておりまして、上振れしたことから通期業績見通しの上方修正、増配も発表しています。資源価格の推移次第ではさらなる業績の上振れ余地もあると思われます。続いてインペックスの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間の月足チャートから見ていただきたいんですけども、長らく1000円前後から1500円前後の動きが続いてきました。ただここ2年間は1000円割れの水準での動きが続いています。そして今年に入ってからの冷やしチャートを見ていただきたいんですけども、好業績を発表しているにもかかわらず、それが交換されることなくおよそ700円台から800円台でボックス圏の動きが続いているという状況です。インペックスの本日の終値は763円で、年間配当金は40円を予定しています。よって年間配当利回りは 5.2% となります。インペックスは株主優待制度を実施しておりまして、クオカードとなっています。400株からということになるんですけれども、継続保有期間が1年以上で400株で1000円相当、こちらが2年以上になると2000円相当、そして3年以上になると3000円相当ということでアップグレードする仕組みとなっています。さらに現在は新型コロナの影響で中止となっているんですけれども、施設見学会も100株で抽選に参加することができます。本来石油関連株の株価というのは原油価格や為替動向との相関性が高いのが特徴なんですけれども、原油相場、為替相場はこじっかりした動きが続く中で、インペックスの株価はボックス圏の動きが続いています。現在の株価水準で PR は 6.6 倍、そして PBR は 0.3 倍という超割安水準にもかかわらず、信用倍率12倍ということもあって、しばらく上値は重たそうに思います。ただ増配による配当利回りアップが下値抵抗線になっているようにも思いますので、ボックス圏の下値ラインである730円前後、このあたりはおそらく買い場だと思います。400株からではありますけども、株の集体もありますし、3年以上保有で3000分のクオカードが受け取れることから、配当金プラス株の集体の利回りは 9.1% となります。中期目線ぐらいと言えるかなと思うんですけども、配当金や株の集体を期待したい投資家さんにとっては、このような下押ししてボックス圏の下限ラインに迫った時には一旦狙い目だと思われます。続いてインペックスの今後の懸念材料をお伝えします。まずは石油、天然ガス開発事業のリスクです。炭鉱、開発、生産、輸送等の各段階において操業上の事故や災害などが発生するリスクがあります。また炭鉱開発生産に成功しないリスクもありまして、多額の開発費だけがかかってしまう可能性もあります。ハイリターンを目指して大きな投資をしているビジネスモデルであることを理解しておく必要があります。そして環境問題への対応です。世界的な環境への配慮の意識の高まりから、国内外で再生可能エネルギーへのシフトを進めようとする動きが加速化していきそうです。カーボンニュートラル時代へ向けたビジネスモデルの転換がなければ、先々は厳しい経営環境が待っていると言えそうです。最後にもう一つ、これが目先の株価を大きく動かす要因になってくるんですけれども、原油価格、天然ガス価格、そして為替変動のリスクです。海外売上比率が高い企業であることから、円高になると業績にマイナスの影響が出てきます。輸出関連企業と同じく為替の動向も株価の動きに大きく影響してきます。そして業績の動きを見ても原油価格の動きに左右されているのがわかります。配当金についても業績によってアップダウンする部分がありますので、同じく石油関連銘柄のエネオスホールディングスと比較すると、配当金が安定していないというのは投資を検討する上ではマイナス材料だと思っています。今日のまとめということなんですけれども、インペックスにとっては世界的な脱炭素社会へ向けた取り組みは中長期的にはリスクであるものの、石油天然ガスで上流ポジションにいる強みというのは当面生かされそうです。原油価格や為替の動向には注意する必要がありますけれども、現在の株価水準で 5% 以上の配当利回りを得られるというのは魅力的な株価水準だと思います。さらに政府系企業である安心感から個人株主が増えていると思われます。配当金は業績によって大きく変動するリスクがありますので、配当金を目的として持つのか、値上がり期待で持つのか、しっかり方向性を決めた上で購入を検討するべき銘柄だと思いました。今日は2020年度個人株主増加数ランキング第15位のインペックスの株価見通しについてお話しさせていただきました。
それではまた次回の授業でお会いしましょう。